イギリスが中京国営テレビ、中国環球電子台 CGTN のイギリス国内での放送免許を取り消したことへの報復措置として、中京は2月12日、イギリスの放送局 BBC の中国国内での放送を禁止すると発表しました。イギリス外相とアメリカ国務省は中京のこの行為を非難しています。中京国家ラジオテレビ総局は12日、 ラジオテレビ管理条例などの規定に著しく違反したとして、BBC ワールドニュースの中国での放送を禁止しました。BBC はその後声明を発表し、中国当局がこのような措置を決めたのは残念だと述べました。BBC は先週、新疆ウイグル自治区の人権侵害問題などについて報道していました。 中共がこのような決定をした一週間前、イギリス通信業界の独立規制機関の放送通信庁オフコムは、中国環球電子代は中共に支配されており、独立した運営機構ではないことが判明したとして、イギリスでの放送免許を取り消しました。その後、中共当局は、BBC が報道した中共ウイルス情報や、新疆ウイグル自治区問題の報道はフェイクニュースであると主張し、 BBC を攻撃し始めました。中国での BBC ワールドニュースの放送禁止は中共による報復措置とみられています。イギリスのドミニク・ラーブ外相は11日、中共のメディアへの干渉を非難するツイートをしました。ラーブ外相は中国での BBC ワールドニュースの放送禁止という中国共産党の決定はメディアの自由に対する容認できない制限だ。 中国共産党はメディアやインターネットの自由に対して世界で最も厳しい制限を課しており、今回の措置は中国の世界での評判を損ねるだけだと述べました。アメリカ国務省のネットプライス報道官は11日、中共の決定を非難しました。プライス氏は中共は中国国内のメディアやプラットフォームの自由な運営を制限する一方、 海外の無料のメディア環境を利用して偽りの情報を流し宣伝していると指摘しました。スコット・ブラウンアメリカ上院議員は同日、習近平総書記は反対派を黙らせるために全力を尽くすだろう。共産中国ではこれまでメディアに自由はなく、自由な時代もなかった。中共は全てを支配し、すべての人を支配している。 我々は彼らを独裁者として扱う必要があるとツイートしました。BBC ワールドニュースチャンネルはこれまでも中国での放送において制限を受けており、国際的な高級ホテルや一部の外交会場での視聴に限られていました。NTD ジャパンがお伝えしました。